塚原牧伝は、日本の戦国時代の剣士、兵法家、不祖伝来の鹿島古流に加え、天神聖伝、香取神道流を治めて、鹿島神道流を開いた。武蔵塚原市合塚島神宮の神官で、大城市の一族、鹿島市の四家老の一人である、浦部各県の次男として、日立国鹿島に生まれる。幼は朝高、時期は不明だが後に、 各県の県有塚原康美樹の養子となる。同時に意味名を高見樹とし、新江門中見樹と改めた。塚原氏の本姓は、平市で鹿島氏の分家である。後に、戸佐守る、または、戸佐入道とも称した。牧伝は豪で、実家である吉川家の本姓の裏部を由来とする。実父、各県からは、鹿島古流を、義父、安津吉からは、天津清伝、 カトリ神道流をそれぞれ学んだ。関八州古前六、牧伝流伝書によれば、松本正信の奥義、和幸ちも、養父の休み期から伝授されたという、やがて武者修行の旅に出て、己の剣術に磨きをかけた。牧伝の弟子である、加藤信俊氏の孫の手による、牧伝一君章の後書きによると、その戦績は、17歳にして、落葉清水寺におて、真剣の試合をして、 利オ絵師より、五気七道に遊ぶ。真剣の試合十九けど、軍の場を踏むこと三十七けど、一度も不覚を取らず、木刀等の打を掃除手数百度に及ぶといえども、切り傷、突傷を一箇所も被らず、き傷をこること六箇所の外、一度も敵の兵具に当たることなし。およそ試合、軍場もに、立ち合い不所に敵を打つこと、一方の手に書く百十二人と、 運びと述べられている。よく知られている真剣勝負に、川越城下での梶原長ととの対決がある。僕伝は、諸国を武者修行したが、その行列は80人余りの門人を引き連れ、大高三馬を据えさせて、乗り換え馬も三頭引かせた豪壮なものであったと、伝えられる。弟子には唯一送伝が確認される。売り人証券と、諸岡人は山壁しみき 斉藤津大希望来一派を編み出した剣豪がいる。また、将軍にもなった、足利義照、足利義明や伊勢国氏北畑竹具武田家軍師山本勘助にも、剣術を指南したという。また、足利義照、北畑竹具卿の両者には奥義である、和幸たちを伝授したとされている。上記の通り、幾度も真剣勝負に臨みつつ一度も刀傷を、 受けなかったなどの伝説により、後世に牽制と謳われ、好んで講談の題材とされ、広く知られた。著名な逸話の一つで勝負時にまつわる訓話としてもよく、引き合いに出されるものに、紅葉軍艦に伝わる、無手活流がある。この中で、牧伝は、琵琶湖の戦中で、若い剣士と乗り合いになり、相手が牧伝だと知ったその剣士が決闘を挑んでくる。彼はとわそうとするが、 血近に流行る剣士は牧伝が臆病風に吹かれて血統から逃れようとしていると思い込み、ますます調子に乗って彼を罵倒する。周囲に迷惑がかかることを気にした牧伝は船を降りて血統を受けることを告げ、剣士と二人で小舟に乗り移る。そのまま牧伝は金傍の小島に船を寄せるのだが、水深が足の立つほどになるや、いなや、剣士は船を飛び降り島へ急ごうとする。 しかし、僕殿は、そのまま何食わぬ調子で、貝を漕いで、島から離れてしまう。取り残されたことに気づいた剣士が大声で僕殿を罵倒するが、僕殿は、戦わずして勝つ、これが、無手滑流なと言って高笑いしながら去ってしまったという。若い頃の宮本武蔵が僕殿の食事中に勝負を挑んで切り込み、僕殿が、とっさに、いろいろの鍋の蓋を盾にして、 武蔵の刀を受け止めたとする逸話があるが、実際には武蔵が生まれるよりも前に牧伝は死んでいるため、牧伝と武蔵が直接出会うことはあり得ず、この逸話は全くの作り話である。晩年は、郷里で過ごし、鹿島市によれば牧伝は、元気2年2月11日に死去したとされる。83歳坊津、天神聖殿新刀流標伝未脈では、 鹿島沼尾殿電屋の松岡時方の家で死去としている。墓は、豊里村、スカツ原の梅工事にあったされるが同時は消失し、墓の実が現存している。宝号を宝剣だカチンコ寺。位牌は墓地近くの神言総長吉寺にある、伝承上で死とされる人物も含む、牧伝自身が読んだとされる、牧伝百首のほか拓安総方による、 加藤信都氏の孫による後書きによって構成される伝書。正確な成立年代は不明だが、官営年代後半以降と推測される。ありがとうございます。